藤原義野は平安時代初期の苦行。藤原指揮家、三位、藤原綱継の長男。官位は小蔵位、中納言。指揮家出身の母を持つ純な天皇とは同年齢で親しく、その生涯を天皇のために捧げることになる。若くして大学で学び、酒造生ついで東宮昇進として当時皇太子であった大友新王に仕える。 公認十年十五位した、駿が守るに著任国師として、奇跡を挙げて、頭角を表す。公認十四年、淳が天皇の即位後は都に呼び戻されて、天皇の側近として、左この絵少々、左小弁を歴任し、天長三年には、倉人頭となって、天皇の政務を助けた。この間に、天長元年十五位以上、天長三年生五位した、天長四年には、 十四位下に少女と、急速に昇進を果たす。天長五年には、三義として苦行に列すと、天長九年には、十三位、県中納言に助任され、右子の枝大将、東宮大部も兼任した。淳納天皇から、任明天皇への上位に前後して、正像位、中納言に助任されるが、もっぱら、淳納上皇の傍らに突き従った。上は七年に、 純な上皇が既得となり、兄、佐賀上皇や人名天皇に遠慮して、自分の遺骨を散骨して、この世に野心を残していないことを示してほしいと、遺言すると、吉野は必死に押しとどめようとしたが、間もなく上皇が崩御すると、吉野は泣く泣くその指示を実行したという。この時点で、政治の第一線から退き、上皇の子である皇太子、 常貞親王のために尽くすことを考えるが、人明天皇の遺留を受けて、中納言の地位に留まっている。だが、浄和9年7月の佐賀上皇の崩御後間もなく、常ねさだしのや、吉野らは、無本の疑いをかけられてしまう。結局、常貞親王は敗退しとされ、吉野は、太宰院外卒に左遷させられた。さらに、浄和十二年には、ダザ院外卒も解任されて、 山城国に移されるが遊兵されたまま入教は許されず、上は十三年八月十二日に失意のうちに病死した。去年六十一、最終官位は三位肖像くらい。性格は寛大、入話で包容力があり、人々から慕われた。賢人を見て同じくあろうと思い、手から書物を手放さず、目下の者からも進んで教えを受ける一方、 指定にも教えさとしたという。他人の過失を見ても決して白眼視せず、議論するに至っても、法に違うことの主張はしなかった。両親に孝行して、ほんのわずかな間でも欠けることがなく、ただし都公の道を共によく励んだ。住まいには樹木を植えることを好み、その様子は竹を愛した、等身の文人、大きなを彷彿させたという。 吉野の高校心を示す逸話として一家がある。ありがとうございます。